こんにちは、店の仕事道具店です。7月の振り返りをやっていきます。よろしくお願いします。使うものなんですけども、私はパレットジャーナル関係はこのポーチの中に入れていて、ポーチの中身の紹介は過去の動画にあるので、ぜひこの辺に出しておくのでぜひ見てください。では始めていきます。まずは年間計画の振り返りと8月の目標決めをしていきます。年間計画は1月から12月までバーって目標が月刻みで書いてあって、振り返りに使うのは2色色のペンで、達成したらこっちのピンク色、赤色で塗っていて、満たせのものはグレーで塗っていきます。今月は6件目標を立てていて半分クリアしました。先月がねちょっとひどかったので、だいぶ達成できた方かなと思います。マンスリーの振り返りをしました。7月の、スローガンみたいなのを決めていて、7月は仕事もプライベートも効率化を意識するっていうところをやっていたんですけども、振り返りこの辺にちょこっと書いていて、最初のうちはね意識できてたんだけど、7月の中旬ぐらいからですね、だれてきてしまって、目的がないとなかなか難しいなと思いました。次目標を立てるときは晩ご飯を週4日は作れるように効率化するとかっていう立て方がいいのかなと思いました。はい、7月のウィークリーですね。ウィークリーのトゥードはこういうフォーマットで書いていて、ここに7月のカレンダーがあって、毎日こうちょっとずつ追加してトゥードゥを管理していて、で何かあった日はこう振り返りのメモを残していたりとか、あとお掃除したらこう塗りつぶす家の間取りを書いていったんですけども、途中からこのフォーマットに変えました。でどうして変えたかというと、そのトゥードゥをやるタイミングみたいなのをもうちょっと決めてあげないとできないなと思っていて、1日のうち午前中にやるのか午後にやるのかっていうのが分かるようにしたくって、縦に区切るようにしました。で午前中にやることがこの上段で、この線より下が午後にやれば、夜にやればいいやつですね。でちょいちょい一言メモが入ってるっていう感じですね。で1週間のうちにどっかでやればいいやっていうのがこっちに入ってます。ちょいちょいこう紙が貼ってあったりとか、こう挟まってるんですけども、これはトゥードゥの中で何かを調べたい時とかにこう調べて、でアンドノートさんのなんかこういうノートを、ね、貼り付けてリングノートに挟み込めるものがあるんですけど、それを使ってここに挟んであります。で7月は結構中だるみがすごくて、この週最終週とかがっつりできてなかったりとかするんですが、バレットジャーナルはそんな根詰めてやらなくてもいいやと思って、割り切ってできない時はできないで、こんな感じの週もあります。はい。でもう一個、やってるのはハビットトラッカーですね。習慣化したい内容をこんな感じで印刷してできた日に色を塗ってます。これはあれですね、朝7時に起きるっていう目標なんですけど、月曜日は頑張れるけど土日に向けて頑張れないっていうのが結構一目瞭然に分かって面白いです。なのでこれも振り返りをしていきます。空いてるところにどうだったかっていうのを書いていきます。はい、こんな感じです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。